おはようございます。時間のないあなたに1分コロナワクチン情報。今日のテーマはコロナの影響か昨年出生数、赤ちゃんの生まれた人数は過去最小になったというお話です。この情報は京都新聞をもとにお伝えします。厚生労働省は新型コロナウイルス禍に見舞われた2020年の人口動態統計の速報値を発表しました。 出生数は過去最小の87万2683人、対前年比2万5917人減。死亡数は138万4544人、対前年比9373人減で11年ぶりに減少しました。婚姻件数は53万7583組。 対前年比78,069組減で減少率12.7%です。1950年に次ぐ戦後2番目の数値となりました。厚生省はコロナの影響が想定されるが、確たることはわからないとしています。同省によると、 高齢化の影響で近年年金平均2万人以上の増加を続けていた死亡数は2009年以来の減少となりました。死因のうち肺炎やインフルエンザが大幅に減っています。マスクや手洗いの習慣化が要因ではないかとの指摘です。今日はこれで終わります。それでは今日も良い一日を。漢方薬剤師心理カウンセラー梅垣真由美がお届けしました。 チャンネル登録もお願いします。